スイッチ皆さんこんにちは。いつも高評価やコメントしてくれてありがとうございます。今回はアスペルガーの言うところを3つ挙げてみたいと思います。嫌われるアスペルガーの特徴7選もぜひご覧ください。過去にアップしております。このチャンネルでは主に発達障害の情報を発信していきたいと思っております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは行きましょう。まずはアスペルガーについて簡単におさらいします。 アスペルガーという呼び名は最近あんまりしません。今はどっちかというと自閉症スペクトラム症と呼ぶことが多いです。略して ASD ですね。その特徴は簡単に言うと、一つ、一方的に話し続けてしまう。二つ目、空気は読めない。三つ目、会話は噛み合わない。四つ目、皮肉や冗談を言っても通じない。五個目、感覚過敏がある。六個目、 体を動かすことが苦手。7個目。くるくる回るものが好き。以上になります。詳しくは嫌われるアスペルガーの特徴7選にて説明しておりますので、そちらの方をご覧ください。前回の動画では悪いとこばかり取り上げてしまったのですが、今回はアスペルガーのいいところをさらに3つまとめてみました。1つ目。決まり事やルール、ルーティーンを守るのが得意。アスペルガーの端緒である、 臨機応変に動けない、いつもと違う状況ややり方になるとパニックになるなどは、裏を返せば決まり事やルール、ルーティンを守るのが得意ということになります。例えば、いつも同じ時間の同じ電車に乗ることをルーティンとしてしまっていると、絶対に遅刻することはありません。その電車に乗れないと自分が気分が悪くなってしまうのですから、遅刻なんてありえなくなります。 仕事上で作業をするときも、一つ一つの工程を最初にきちんと学べば、ずっと同じ工程をやってくれます。一つの工程を飛ばしちゃったりすると、気分が悪くなっちゃいますからね。ちゃんとした決まり事、ルール、ルーティーンを決めてしまえば、きちんとそれを守ってくれます。また、自分で筋トレをするとか、勉強するとかをルーティーン化できてしまえば、ずっとそれを習慣化することができるのです。健常者の人から見たら、とても羨ましいですよね。 ぜひ見習ってみてください。二つ目、イノベーションが得意。なんで急にイノベーションと思うかもしれません。イノベーションというのは、技術革新と略されて、新しい技術とか製品とか仕組みを生み出すことです。例えば iPhone ありますよね。今では iPhone やスマホは当たり前に普及していますが、iPhone が発売された当初はとても革新的で新しいものでした。 それを開発したアップルの創業者、スティーブ・ジョブスもアスペルガーだったんじゃないかと言われております。アスペルガーはよく宇宙人に例えられます。つまり普通の人とかなり違ったものの見方や考え方をしてしまうんです。そういう人が普通の人に混じって話し合いをしていると、変わったアイディアや意見を出してくれるかもしれません。それがイノベーションにつながるのです。三つ目、こだわりが強い。アスペルガーの人はとてもこだわりが強いんです。 例えば、子供のアスペルガーで、白いものしか食べないなんていう子も聞いたことがあります。あとは、部屋に置いてあるものの位置が少しでもずれてしまうと気になっちゃうので、例えば、花瓶がちょっとずれていたら、元の位置に戻すとかありますよね。そのぐらいこだわりが強く、細かいとこまで気になってしまいます。さっきも例に挙げました、スティーブ・ジョブス。この人は新しく引っ越してきた部屋で、気になった家具を揃えるまでに、8年間も奥さんと話し合ったと言われています。すごく大変ですよね。 そのぐらいこだわりが強かったからこそ、世界的に愛されるブランドを作り上げることができたのではないでしょうか。アーティストやデザイナーなど、細部までこだわることが求められる職業では、アスペルガーという特徴は、とても強い武器になります。他には、文章の間違いを探す、校越に関する仕事、工場などで製品をチェックする仕事などは、とても力を発揮するのではないでしょうか。私は、大活躍間違いなしだと思いますよ。 まずはアスペルガーのいいところを3つ挙げてみました。いかがでしたでしょうかもしかに自分の周りにアスペルガーみたいな人がいるようなんて言っても絶対嫌ったりとかしないでください。むしろ仲良くなってその人のいいところを自分にも取り入れていけばきっと目まぐるしい成長するかもしれないですよ。今回の動画に関する感想をぜひコメントしてくれると嬉しいです。このチャンネルではこのように主に発達障害にかかる情報を発信していきますのでチャンネル登録お願いいたします。 ぜひチャンネル登録・高評価お願いいたします。乗り越えスイッチでは皆さんが人生の荒波を乗り越えられるようお手伝いさせていただきます。